比叡山焼き討ちにより京周辺の敵対勢力の動きを抑えたのもつかの間、甲斐の武田信玄が清津を開始する。三河に侵入した信玄は三方ヶ原で徳川軍を撃破。しかしにわかに清津を中止し甲斐へと引き上げた。武田軍撤退の理由は不明だったが、危機を回避した信長は引き続き濃姫仇討ちの成就に向けて動き出す。姉川の戦いで濃姫狙撃の実行犯が雑賀衆の棟梁雑賀孫一であることを美月が確認していた。以来信長は孫一を雇った黒幕の正体を探っていたが、光秀と桃地三太夫がついにその真相を突き止める。牧島城の戦い。信長殿、金ヶ崎で雑賀孫一を動かした者の正体、桃地殿の力添えでようやく明らかになった。そうか、三太夫、聞かせてもらおう。織田殿も察しはついていなさるだろうが、三つ星の使いが何度か雑賀衆に出入りしていた。雑賀衆だけじゃねえ、越前、越後、比叡山、果ては甲州の武田にまで何やら書き送っていたようで。三つ星殿の動きは義明の意を汲んだものだろう。もはや将軍家と共に歩む道はないようだな。そのよう。光秀、兵を集めろ。機長の仇を討ちに行く。わかった、すぐに支度にかかろう。三つぶち、信長が攻めて参るというのはまことか。は、信長を討たんがため手を尽くしておりましたが、それが露呈したようで申し訳ございませぬ。信玄はどうした。武田が来れば信長など。すでに申し上げたかと思いますが、信玄殿は病を患い甲斐に引き上げたとのことでございます。ならばいかがするのだ三つ星、そなた万事任せよと申したではないか。すでに牢城の備えをさせております。まずは牧島城にお移りください。援軍の手も打ってありますゆえ、どうか天下の大将軍として堂々たる振る舞いを。この窮地に堂々となどできるか。もうダメだ。使命を果たす。殿、それがしに万事任されよ。
承知した。義明はわずかな手勢で守りを固め牧島城にこもっているようだ。まずは枝葉の砦を落として牧島城を包囲する。全軍進め。南北より兵を進め一気に城を落とせ。これまでは三つぶちが呼んだ助っ人はまだ来ぬのか。多数の弓兵が待ち受けているようだ。先行して潰しておきたいところだ。俺はまだ強くなれる。俺の全てで。見せてやる。よかろう。これで行く手を阻むものはない。見せてやる。見せてやる。俺はまだ強くなれる。敵将、切り伏せた。かなう相手ではなかったか。おお、やるではないか。見せてやる。行くせる。俺の全てで。俺の力の礎となれ。開門。討ち死に。お手合わせ願おうか。見せてやる。俺の力の礎となれ。聞かせていただこう。相変わらず腕が立つな、光秀。見せてやる。お相手いたす。俺の力の礎となれ。力を及ばすか。見せてやる。俺はまだ強くなれる。できるというのだ。甘いわ。ごめん。ガチ抜く。よっしゃ、こっから牧島城を目指すぞ。開門。これより兵を分ける。
半数は牧島城を包囲、残りは城内へ討ち入り、三つ淵を撃て。もうダメだ、私は死ぬのだ。遅い、まだ火星は到着せぬのか。俺に任せろ。残りの兵を出し城門を固めておけ。行くせる。門弟を切り、城門をこじ開けよ。見せてやる、見せてやる。俺はまだ強くなれる。討ち死に。見せてやる。よっ、お手柄じゃねえか。行くせる。手の全てで。俺はまだ強くなれる。見せてやる。見せてやる。開門。義明に知恵をつけたのは三淵であろう。奴の首を取らねば貴重な仇討ちはならん。将軍家逆賊、この三淵が必ずや成敗してくれるわ。見せてやる。俺の力の礎となれ。フルはなんだか。おお、やるではないか。俺はまだ強くなれる。見せてやる。なしはしない。俺のすべてで。見切れはしまい。見せてやる。見せてやる。子供の縄目にかかろうとは。見せてやる。も
もはや義昭に逃れる術はない。絶望とともに己の愚行を食いるがいい。獲物入ってくるでない。どう見ても勝敗は決してるってのに、いつもただをこねるんだか。仕込みに手こずっちまったが、織田勢の包囲はなったぜ。蜂の巣にしてやれ。また最下衆、どこまでも目障りな連中。棟梁の孫一を撃て。逃してはならん。孫一め、姿が見えねえぞ。どっかの砦に隠れてやがんのかな。見せてやる。俺を探してたのか。仕方ねえな、相手をしてやるよ。義昭を勝たせなきゃこっちは大損だ。悪いが手加減はしないぜ。こんだけやりゃ十分だ。後でまた会おうぜ。見せてやる。これでいい。天下無双、それほどの力が俺に。刹那で終わる。刹那で終わる。まだまともにぶつかる気はねえよ。本気を出すのは義昭が打って出てからだ。これくらいにしといてやるか。俺も忙しいんでね。この調子で撃ってたらすぐ弾が尽きるな。追加の弾を急いで砦に届けてくれ。敵の二打兵が砦に何やら運ぼうとしている。砦に入る前に切り捨てろ。二兵は他にもいる。余さず潰せ。急げ。急ぎ二打兵を撃て。見せてやる。やられちまったか。これじゃ満足に撃てねえな。ああもう、最下衆のやつら逃げたり出てきたり落ち着かねえな。あれが最下衆の戦い方というわけだ。の全てでならばこちらも攻め方を変えねばならんな。もう惑わされはせん。砦の詰め所を落とし、最下衆の出入りを封じてしまえ。見せてやる。その調子で詰め所を落とせ。義昭の兵はまだ出てこねえのか。今なら攻撃できるってのに遅えな。
捕まりゃしねえぜ、あばよ。まだ強くなれる。俺の全てで。封じられちまったか。もうまともにやり合うしかねえな。見せてやる。これでようやく追い詰められよう。速やかに孫一を討ち取れ。あの様子では最下衆も頼りにならん。撃って出てはならんぞ。守りを固めるのだ。義昭は出てくる気配もないか。ならば火で炙り出すしかあるまい。そろそろ桃地の兄貴も到着するはずです。兄貴に燃やしてもらいましょう。出るなら今だな。行くぜ。敗北条件変更。見せてやる。おい、敵の忍びが城に向かってるぜ。何か仕掛けられる前に始末しちまおう。よしあきの野郎、見切れはしまい。臆病風に吹かれやがったが、見せてやる。少しでも期待した俺がバカだったのかね。見せてやる。雇い主への筋は通した。ここまでにしとくよ。始末できてねえのかよ。仕方ねえ、やるか。邪魔な敵は片付いたみてえだ。俺は先を急がせてもらうぜ。まだ強くなれる。見せてやる。よし、火付けの準備にかかるぞ。いい頃合いだ。城に火を放て。
もう城にはとどまれぬ。私は逃げるぞ。見せてやる。開門。城門が開いた。義明を討ち取れ。行くせる。城が燃えている。光秀、私は三つ淵に騙されたのだ。見逃してくれ、頼む。三つ淵殿の忠心を踏みにじるおつもりか。やはりあなたは将軍の器ではない。無礼者、近寄るな。私はこんなところで死にとうはない。どこまでも浅ましい男よ。やつを捕らえろ。逃がしてはならん。将軍様、ここで家臣を見捨てて逃げ出すってのはちょっと格好悪すぎるんじゃねえのか。そなたは最下孫一。近寄るな。何の真似だ。信長殿、最下孫一が義明の身柄を我らの陣に突き出し、そのまま姿を消したそうだ。孫一が奴なりのけじめということか。だがそのようなことはどうでもいい。義明、お前の小細工のせいで俺は貴重を失った。その報い受けてもらう。待て、これからは万事信長殿の意に従う。将軍家の名をいかようにも使って構わぬゆえ。黙れ。もはや将軍の名などけほどの価値もない。潔く滅ぶがいい。お待ちあれ。すべてはこの三つ淵が仕組んだこと。身どもの首一つでは足りぬだろうが、上様だけは。信長殿、将軍を殺めればさらに織田討伐の機運が高まることは必定。得策ではあるまい。我らが目指す先は天下一新。その志を成就するため、こたびの勝利をもって仇討ちを成したとすべきだ。そうも義明など切る価値もない。今日より追放せよ。だが三つ淵は許さぬ。覚悟はできていような。無論。上様、長く仕えてきましたが、これにておさらばにございます。これで貴重の仇討ちはしまいだ。光秀、お前に言ったことは覚えているな。なあ、仇討ちがなればその後は一切の情を殺し、天下一新を果たすためのみに戦うと。そうだ、俺は乱世の断りを壊し尽くし、この歪んだ天下を作り変えねばならん。ならば俺も次の戦であなたと共に歩む覚悟を示そう。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。いらっしゃいませ。
毎度ありがとうございます。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 ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ああ、いらっしゃい。またのお越しを。馬の調子はいかがですか。またお世話させてくださいね。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。